こんにちは、ブスレナ千尋チャンネルの千尋です。2020年一発目の動画になります。明けましておめでとうございます。はい、ということで、まあ、新年迎えて、今回連休がね長いっていう方も多いと思うんですが、その中で、歌をねこう練習をしている方も多いと思います。で、ですね、まあ、今日はそんなに長い動画にならないと思うんですけども、自主練ですね、自主練の大切さについてお伝えしていきたいなと思います。まあ、私の考え含めてですね、お伝えできればなと思ってるんですけれども、ボイストレーニング習ってる人は特にそうですね。で、その習ったことを、自宅とか、あとはカラオケボックス、もしくは音楽スタジオとかで、自主的にこう練習してほしいわけなんですよね。で、結構ですね、当たり前といえば当たり前のことなんですけど、ボイストレーニングのこの、レッスンだけしか練習しないという人も結構多いんですよ、実は。例えば月2回とか3回、4回ね、レッスンに通ってきてくださっている方の中で、1週間に1回やる人は特にもそうなんですけれども、月2回でもですね、レッスンの時以外はもうほとんど練習しないという方がね、結構多く実はいらっしゃいます。で、レッスンとかその、先生の前でこうなんか歌ったりとかね、練習したりとかすることっていうのは、もちろん大事なんですけれども、どうしてもレッスンの現場になるとですね、やっぱりこう見てる人がいるわけで、多少なりとも無意識でもですね、緊張してる状態なんですよ。で、やっぱりこううまく歌わなきゃいけないとか、ちゃんと言われたことをちゃんとやらなきゃいけないという、なんていうんですかね、こう緊張感の中で練習しなければいけないというのが一つありますので、どうしてもこう一人でいる時みたいにリラックスした状態で思いっきりこう声を出してていない方も多いと思うんですよね。なので、どうしてもその、先生の前でとかトレーナーの前では、失敗したくないとかね、どうしてもこう一発で決めたいとか、思う人も実は多くいらっしゃいまして、その中で、いかにですね、自分のこう最大のパフォーマンスを短期間でですね、出して、習得に至ることができるかっていうね、ところが大事になってくるんですけれども、そのために、自分で自主的に、カラオケボックスなり音楽スタジオなり行ってですね、誰も見てないところで、どんなに、ね、失敗してもどんなにかっこ悪い自分を出してもですね、別に誰にも何も言われない環境の中で、思い切り声を出せるっていうね、ことがすごく大事になってきます。本当に失敗しても、むしろたくさん失敗した方が、こういうふうにやれば失敗になってしまうんだなとか分かりますので、やっぱり失敗することって大事だと思うんですね。なので本当に難しい技術であったり難しいテクニックも含めてなんですけれども、たくさん失敗して試行錯誤、いろんな感覚の中で、自分で積み上げていく必要がどうしても出てきますので、本気でこう歌が上手くなりたいというふうに、思っている方は特にですね、自主練の時間を設けてください。修行とはちょっと違いますので、なんていうんですかね、こうやっぱり楽しみながらやらないとですね、本当に続かないんですね。なので自分を戒めてこうでき本当にこう厳しくできる人はいいんですけれども、そうじゃない方も多いと思うので、なるべくその、習ったことであったり得た情報の中でですね、しっかりこう楽しみながらですね継続して、いけるようにですね、自主トレの時間、本当に30分とかでもいいと思います。1時間なり30分とか、短い間で、大丈夫だと思うので、そういった時間を設けてですね、練習にこう取り組んでいただけたらなと、思います。それでは本日は、自主練の大切さについてお伝えさせていただきました。ちょっと短いんですけどもです、参考にしていただけたら幸いです。ご視聴どうもありがとうございました。